1998年2月21日に任天堂から発売されたゲームボーイポケットの周辺機器、ゲームカートリッジにデジタルカメラが付いている。また、撮影画像を印刷する周辺機器、ポケットプリンタも同時発売された。これは専用の観熱式ロール紙を使うもので、裏面に糊の付いたシールとなっているため、カメラと組み合わせて、 プリクラのように使うことも可能である。さらに、ポケットカメラ以外にもいくつかのソフトに対応している。MGB-006 の型番のため、ゲームボーイポケットの周辺機器扱いだが、カートリッジであるためゲームボーイアドバンスまでの、ゲームボーイシリーズの機器で動作させることができる。画像はモノクロで解像度も荒いが、以下のようなカメラメーカー製のデジタルカメラとは一味、違う機能を搭載している。 ミニゲーム用に顔のみ撮影するモードがあり、それで撮影された顔の画像が反映される。本体基盤カメラ基盤前期のテレビ CM には中山エミリが出演し、後期のテレビ CM には BBWaves が出演した。中山エミリが出演したものは2種類あり、中山もしくはナレーターが世界で初めての遊べるカメラとアピールするものだった。周辺機器の紹介。任天堂 2021年7月21日閲覧。ABC 株式会社、q b q 編、ゲームボーイクソゲー番付マイウェイ出版発行、2017年。ISBN978 から4から 865117790P114、ゲームボーイが、デジタルカメラに新製品、ポケットカメラに関して、ニンテンド。 https www.nintendo.co.jp スラッシュコーポレートスラッシュリリーススラッシュ 1997-99-971121a.html2021 年五月一日閲覧任天堂家庭用で新製品を次々と四月にギガバイトライト発売ゲームマシン第五百六十一号 1998年4月1日、14面。Hey, New, Play, Leaves, Songs.City Pages 2020年7月8日閲覧。ありがとうございます。